絶対よ。だってね、今だっていろいろだってやってるじゃない、うん、何を。すごい古くなるけど、それこそゲームとコラボしてさ、覚えてる？あの船、あ、そっか、いっぱいあるのか。あの戦艦になったりしたやない。あ、船にね。そう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 、あれコラボした時俺ガチャ引いたんやけどさ、なんか夏色祭りばっか出たよ、はい、あれ。あ、何好きなん俺のこと。俺のこと全然好きなん。全然全然好きじゃないのか。うん、あ、これ回答難しいな。傷つけるわけにもいかないもんね、これね。全然好きじゃない。あ、もう普通です。あ、先輩として非常に尊敬しています。やばい、大丈夫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 、全然。まつりちゃんにはファンのみんながいるじゃん。はあ、ファンのみんながいるから。で、全然やっぱりいいと思います。あ、沈まないで大丈夫。あ、で、なんかやっぱそういう器用なところがやっぱすごい、あの、尊敬できますよね。本当に何でもできて、彩色兼備、世界一可愛いアイドル、夏色祭り。でもね、ライブには妹いっぱい、すごい子がいっぱいいて、ああ、はい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 、足元にも及ばないなって思いながら生きている、うん、まあでもやっぱそういう向上心があるっていうのは大事なんじゃないですか。なるほど、うん、我々だってね、本当にホロスターズだってね、ホロスターズの人もなんだけど、うんうん、あの向上心がすげえなーって思う。思う。本当にね、うん、最近はまったりゆったりと活動していたから、いいじゃないですか。気を引き締めて、はいはい、改めてこう初心に戻って頑張っていかないといけないなという。うんうん、酒の席で宣言して大丈夫？気持ちいいだよね。うん、気持ち、ああ、やっぱり、はいはいはい、なんか何事も諦めちゃいけない。まだまだ若いんだから、まあ、うん、ねえ、諦めるには早いなって。3年間やってきて、ちょっと、ちょっと、なんかあった？怠けていたのかもしれない。あ、はい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 、なるほどね。祭りはもっと心を入れ替えて、頑張っていかないといけないんだよ。なマイキーぐらい声が強くなるやん。だから。初心に戻って、おうおうおう、祭りは頑張って配信もするし、うん、案件も頑張るし、はい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 、もっとホロライブのみんなとも、う、 VTuber のみんなとも、はい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 、絡んで、はい、楽しく長く活動をして、はい、そして祭りすら、うん、応援してよかったなって思えるようなアイドルに。あ、ね、よしよし、泣くな。あ、めんどくさい先輩です、すいません。あ、本当で、あ、本当ですじゃないや、本当に大丈夫、全然めんどくさくないですよ、本当に。あれさんとも一緒にさ、ホロライブプロダクションというはい、はい、事務所を盛り上げていこうよ、はい、そうですね、ホロライ、まあ、ね、うん、本当にね、手と手取り合ってさ、あ、どうした、あ、本当に頑張っていかなきゃいけない。天井に頭埋めてさ、頼んでて、はい、うん、そうだね。お騒がせすることが多い世の中ですが、ちょっと待って、え、記者会見始まった？本当に、うん、心を改めて頑張っていく我々ともども、おうおう、そう、おう、巻き込まれた今、ま、祭りだけかもしれない。いやいや、ごめん、いや、みんな、いや、違う、みんなそうだよ。でも、うん、そうだよ、いずれね、VTuber はみんな何かしら活動していく中で起きていくものだから。何の話？いろいろ世知辛い世の中、あ、記者会見始まってるよね。踏み込んで、うん、気合を乗り越えて、気合を乗り越えるんだ、気合のその先に行くんだ、極限を極めて生きていきましょう、かー。どこ行った最後のか。奥行ったな。それでは、はい、え、それでは聞いてくださいですか。あ、乾杯。これまあでもね、今テレビにたくさん映ってますけどね、頑張り、頑張って頑張ってとかね、応援してるよとかね、もうそういう気持ちだけで偉いよってね言ってくれているファンの皆さんにね、やっぱりこう面見せらんねえと、そうね、そうならないようにやっぱり我々活動すべきですから、かっけえとこだけ見せていきて。ああ、いいね、やっぱね、輝いてるというかね、そのそう、裏で努力、表では輝くっていうね。あ、陰踏んで努力輝く、踏んでるか、くく末尾で
末尾一文字で陰日常に潜みすぎだぞその陰は方言で全部いけるもんそれはだってなんとかとみたいな方言だったら全部陰踏んでることになるもんそれは努力輝くイエーイ怖いよ怖いよこの人なんでやまあでもね大事なこと言ってたよ今なんかすごいいいこと言ってたよ多分、うん、いや覚えてないけども覚えてないのでもやっぱ3年っていうとね、まあうん、もうずっとそんなんとに黎明期からね黎明期VTuber っていうその文化みたいなのが始まった時からさあそう、まあ、それこそ先輩はねホロライブプロダクションで大きく見ればね先輩もまつりちゃんさんの先輩もいるだろうけれども、うん、はいはいまつりちゃんさんも黎明期から頑張ってるというかねやっぱり輝き続けてるじゃない ありがたいですねやめずに住んでいるいやもう本当にね現実でもやっぱそれはあれでしょ、うん、なんかこうファンがいて自分がいてここにいたいなって思うから今もここにいるわけでしょそうそうそうよいいじゃないじゃあファンの人がいなかったらもうやめてたし、うん、まあやっぱ仲間たちホロライブも含め、ねうんうんうん、やっぱ祭り的には、うん、あの事務所とか関係なく、うん、個人勢とか、うんまあ、他の他企業さんとかも含め、うんみんなと仲良くして VTuber っていう業界全体をやはり大きくしていかないと将来はないんですよ未来は我々のあーなんかしっかり考えてるみたいなこと言い出しやがりましたよこいつはいだから、うん、やっぱ仲良くみんな仲良くねやっぱりまあホロライブに入ってるからホロライブが大事なのは当たり前なんですけどまあねそりゃね自分のところですからね、はい、やっぱり VTuber っていう全体を全、うん、VTuber 界隈全体で盛り上げて、うん行きましょうそのためには、はい、マッツルとかアルさんだけじゃダメなんだよ、はい、リスナーの、はい、君だ君だよ君だよ今コメントしてる君だ行かないと、うん、反省ツイッターとか発信して発信って言ったのね推しを応援する大切さ、うん、俺はスパチャもできないって思ってるそこの君そこの君のリツイートで、うん、そうだ救われる VTuber の命があるそうだだから、うん、他人事だと思うなお前らは推しの人生を背負ってんだよそうですそうだぞそうだぞ、うん、だから、うん、推しは大切にしてあげてくださいああそうですね、はい、推しが死にたい時に推しが死にたい時あなたのことを思い出して踏みとどまりますので、うん、ああなるほどまあ確かにねファンがいるからっていうねそう、あの人が悲しむかなってうん、まあ確かに確かにこうやって思い出す、うん、そんな存在であってください、ね、発言一つ一つとってもね、やっぱりあ、これ言ったらもしかしたらいつも見てくれてるあの人ちょっとがっかりするかなとかね細かいところで言うとね、そういうことも考えますからねそう、そういうことですよ、うん、だからやっぱりね松井が大好きだって話素晴らしい、本当にね拍手はい、皆さん拍手いやー素晴らしい